ヤッホー、レナです。イエーイ。今日はですね、体にいいチョコレート、ローチョコっていうのを作ってみようと思います。なんかローチョコもいろんな作り方があるんだけど、ルール的には46度を超えないように、そうだから温度がローっていう意味っぽいんだけど、温度を低いままこう混ぜ混ぜすることで、どうやら栄養素が壊れずにいい栄養たっぷり詰まったチョコレートらしいのね。でその時に添加するお砂糖とかを工夫することでカロリーを抑えたりとかができるみたいなんです。だいたいカカオバターとカカオパウダーを使って作ったりとか、ココナッツオイルとカカオパウダーを使って作るバージョンがあるみたいなんだけど、レナは今日はこのカカオパウダーとココナッツオイルでローチョコを作ってみようと思います。全部英語で海外のやつなんだけど、 I Herb っていう海外のさ、サプリだったり健康食オーガニックみたいなものを多く取り揃えてる通販のサイトがあるんだけど、うちねママが好きで結構ねよく活用してるんですけど、これもママがゲットしてくれてました。概要欄にねリンクよかったら貼っとこうと思うんですけど、このねココナッツオイルっていうのが中鎖脂肪酸が多く含まれて、体についた脂肪も燃焼させてくれたり、食欲を抑える効果がある中鎖脂肪酸っていうのがいっぱい入ってるんだって。だからなんかすごい良さそうじゃんと思って、今回はココナッツオイルにしました。あと甘みでこのメープルのラカント、ラカントっていうのはカロリーがゼロの甘味料、なんかウリ科のラカンカっていうののエキスで甘みを使って、これはメープルフレーバーのラカントでちょっとだけカロリー入ってるみたいなんだけど、ほとんどないみたいな甘みですね。これがキビオリゴ、オリゴも低エネルギー、カロリー低めで腸内細菌を増やす作用、お調子が良くなるのかしら、なんかそういう意味が体にいいらしいので、でカカオっていうのももともと美容とかにもすごいいいらしいので、美容にいいカカオと脂肪燃焼促進効果があるオイルと低カロリーな甘みラカントとオリゴを使ってローチョコっていうチョコレートを作ってハッピーダイエットライフを送ろうと思います。なんかもう10日前くらいからダイエットを始めてるんですけど、お菓子大好きマンとして甘いもの我慢がやっぱめちゃめちゃきつくてですね、ちょっと今日はローチョコを作ってみようと思います。ちょっと大雑把めでどんどんやっていきたいと思います。まずですね、ココナッツオイルを入れていきます。レナはさ、甘いものもジャンクフードもめっちゃ食べるんですけど、おかんがねナチュラル志向の美魔女なおかげでこういうグッズが家にありましたね。ありがたいです。ローチョコっていうのはママが教えてくれた。あ、ココナッツのいい匂いがします。こんな感じでココナッツオイル大さじ6杯分取れたんで、これ湯煎でちょっと温めてきます。湯煎で温めている間にトッピングで使うナッツとデーツをカットしていこうと思います。じゃーん、こんな感じ。ミックスナッツでくるみとアーモンドとカシューナッツとデーツ。デーツって何なの、ママ？デーツってデーツ、めっちゃ美味しいの。あのこのデーツびっくりした。レナもちょっと最初この黒い塊は何だと思ってビビってたんだけど、デーツ本来の甘みでめっちゃ甘くてすごい美味しいのよ。でこれも体に良いめの甘みっていうことで、今日はデーツ刻むのとナッツも刻んで、あとこれねココナッツチップス、近所のスーパーで見つけたやつなんですけど、ノンフライ、グルテンフリー、ビーガン、食物繊維豊富、保存料、着色料不使用、なんかココナッツのチップスにちょっとハニーの風味付けがされてるやつみたいな、いい匂いがしますので、これもちょっと上にパラパラっていう感じでかけようと思います。トッピングはそんな感じで、ちょっとこのデーツをね、だいたいデーツ3分の1くらいに切っとこうかな。めっちゃ美味しいのよこのデーツが、すごい好き最近。めっちゃ甘いんだよね。甘いものを取らないっていうのがすごい苦しかったので、ちょっとこのローチョコはね、まあそりゃ爆食、爆食いしちゃダメかもしれないけど、あの甘みをね摂取してストレスをね溜めないようにしようっていう感じでございます。ナッツは素焼きのナッツを買ってて、だいたい全部半分くらい
ちょっとゴロゴロ入ってた方が美味しいと思うけど、ちょっとあんまり大きすぎるとうまく混ざらなそうなので、なんとなく半分くらいに切っていきます。こんな感じでトッピングの用意ができました。はい、でそうしましたらですね、ココナッツオイルが今溶けてました。こんな感じ、もう超液体、ね、温度も一応チェックしたんですけど、ちょうどね45度くらいで溶けてたので、これでいこうと思います。なんかあの湯煎も5フローぐらいの湯煎でかけておくといいかと思います。でここにカカオパウダーを同量大さじ6杯入れていきます。シャバシャバの液体にカカオパウダーを入れるのが一瞬怖かったんですけど、振るわなくても大丈夫そうです。2杯3杯4杯5杯6杯おーすごい、チョコになった。うわーすごい、今のところあのココナッツオイルがサラサラなのでココアみたいな感じになってます。ここに液体のお砂糖を大さじ 1.5 ずつ入れたいと思います。半、いい感じです。あー、いい匂いがします。めっちゃいい感じ。なんかちょっとここに洋酒とかを入れてもいいみたいで、これで全部材料が入りました。めっちゃ簡単、混ぜるだけだしいい感じです。すぐできる、これなら。でこれをこういうねシリコンのハートの型を持ってるので、このハートの型にちょっと流して作ってみようかなと思います。カカオバターとカカオパウダーで作るローチョコの場合はテンパリング取ると本当に普通のチョコと同じように作れるんだって。まあそりゃそうだよね、材料チョコと一緒だもんね。今回のねレナのやつはココナッツオイルなので、ちょっと今日はテンパリングとかはいいやってなりました。この簡単にねできた方がみんなも真似しやすいと思うし、ここにちょっとデーツを後入れでね、ナッツも入りそうなんで入れちゃいます。美味しそうだよママ、可愛いです。めっちゃじゃーん、こんな感じで全部にチョコとナッツとデーツとココナッツチップスを入れ終わりました。でこれでちょっと冷凍庫でガッと冷やしちゃおうかな。チョコがね固まる間に作ったバナナブルーベリープロテインオーツミルクシェイクがめっちゃ美味しくできました。うまっ。やっぱ甘み？レナ絶対甘みはいるわ 100%。 そんなこんなやってる間にチョコが固まりましたので、ちょっと型から外してみます。シリコンなのでね、おお、いい感じ、トゥルリンと。これどっちが上でも可愛いけど、うん、あ、四角い方めちゃめちゃ可愛い。いい感じじゃん。こんな感じでチョコ取れました。ちょっと食べてみます、食べてみます。じゃあこれにしようかな。いただきます。おいしい、うまっ。ちゃんとカカオパウダーでビターチョコのような苦味はある。うわ苦っていう感じじゃないくらいにラカントとオリゴ糖が仕事をしてくれて、めっちゃ食べやすい感じになってます。面白いのがこの口どけ、口どけの温度が、カカオバターって常温でしっかり固形の口の中でゆっくり溶けるような感じの温度帯なんだけど、融点が、でもあのちょっとバターに近いような、そうココナッツオイルも常温でギリギリの半固形半液体っていう感じのものだから、やっぱり食べた時に口の中で溶ける温度がチョコレートよりもめっちゃ早くて、だから生チョコとかとはまた違うちょっと柔らかさがあります。でもなんだろう、すごいそのオイリーオイリーっていう風には思わない。しっかりカカオの苦味があって、それぞれのナッツとかデーツもやっぱ入れて正解、食感も楽しいし、口どけめっちゃいいな。すごい、この口どけは癖になる。普通にローフードとしてじゃなくて、パティシエとしてお菓子作りで採用したいような口どけの良さだね。ちょっと罪悪感なくチョコレート食べたいっていう人はすごいいいと思います。めっちゃおすすめ、最高に幸せダイエット始めてから割とこの食事の甘みの方の幸せがあんまりなかったので最高だ、うん、ちょっとまたモチベーションが上がりましたこんな感じで今タッパーにしまいました。
なんかあの常温に置いといてもこう形が崩れちゃったり溶け出しちゃうことはないんだけど、結構やっぱりその溶けやすくて手にすごいついてバットにねめっちゃくっついたので、あの型から外したらこういうようにクッキングシート敷いてタッパーとかでこういう風にしちゃってね、で冷蔵庫で保管するといいと思います。これは冷蔵保存のチョコレートって感じですね。持ち運びはちょっと厳しいかもしれないから、こういう感じで冷蔵庫に入れといて、そう冷たければそんなに手にベタベタついたりしないと思うから、冷やしといてパクって食べる感じになるかな。結構今回一粒が大きめの粒になったから、これで1日2粒までとか決めて、今レナ16時間空けダイエットをしているので、16時間空けて8時間の間の最初と最後にこれを食べたいなって思います。カロリーもねすごいロー低くて、の中でしっかり取れる甘みなので、めちゃくちゃ私の味方になりそうなスイーツができました。いやーよかった、無事美味しくできてよかったです。冷蔵庫に入れとけば1週間くらいは持つんじゃないでしょうか。全然これ3日くらいで食べ終わっちゃいそうな量ですけど、概要欄に私が買ったもの使ったものの URL 貼れる分は貼ろうと思いますので、なんかあと普通にスーパーで売ってるココアパウダー使ってる人もいっぱいいた。そうでもなんか多分そういう普通のココアパウダーとかじゃなくて、オーガニックでローっていうその非加熱っていうものが結構ポイント、栄養が高くて体にいいもののポイントな気がするので、 iHub のねリンクも一応貼っとくので、よかったら真似して作ってみてください。そうなんか型こういう風に用意するのが大変だったら、それこそこういうタッパーにそのまま流して外して切ったりとかでも簡単にできると思います。そんな感じでちょっとよかったら皆様もやってみてください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。初めてのローフードオーガニック体に良さげチャンネルっていう感じでやってみたんですけど、どういかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。体に優しいチャンネルになったのもここ最近の出来事で、ちょっと知識も勉強したてっていう感じだったんですけど、ちょっとこれからまたいろいろ調べてこういうのできたらいいなと思ってるので、よかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。でこの動画ちょっとでも楽しく見ていただけた方は高評価ボタンもポチッとしてくれると嬉しいです。あとコメントと SNS のフォローもお待ちしております。よし、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあね、バイバイ、また次の動画で会いましょう。